どうも、あ、レッツリライフ、どうも、はるきです。秋ですね。秋ですけども、ちょっと一旦机の上を片付けさせていただきたいと思います。先月のね、頭にこの洗って使える 3D パステルマスクっていうものを3枚入り買ったんですけど、あの1ヶ月で3枚なくしまして、あのまたね、同じやつを買いました。よいしょ。というわけで、現在が10月5日日曜日、月曜日の8時50分ということでですね、まあもう今聞いてもらったら分かる通り、スズムシもね、泣いている秋本番になりましたけども、皆さんこの秋のファッションで意識することって何ですか？色味？ベージュとか茶色系がいいのかなとか、もしくはスタイル、ドレス系がいいのかなとか、まあ、あとは素材ですよね。コーデュロイパンツがいいのかなとか、いろいろあると思うんですけど、違うんですよ。今僕が大事にしたいと思っていること、それは足元でございます。それもスニーカーではなく、靴下。靴下がこの秋は大事になってくるって、ティムが言ってましたから。で、まあそんな僕の靴下のラインナップをちょっと見てほしいんですけど、なんか地味じゃない？なんか地味じゃない？すごく。よいしょ。まあこんな感じで僕は靴下入れてるんですけど、まあまず僕の今までの傾向からお話ししますと、こういうね、無印良品とかで3足800円ぐらいで売ってるめちゃくちゃシンプルな白い靴下をエブリで履いていたんですよ。まあね、実際靴下なんて白履いとけば何の服装にも合うし、全然白でいいと思ってるんですけど、ただちょっとね、面白くないなって。今年の秋はこれ靴下、可愛いの履きたいと思って。こちら、ZOZO タウンで可愛い靴下買いました。今日はこれをご紹介していこうと思います。というわけで今回は可愛い靴下を5足かな買ったんで、ぜひ見ていってください。自由にやっていこう。はい。おー、いいねー。いいねー。中身はこんな感じで、めっちゃシンプル。はい、今回買った靴下はこちら、ジュビリーソックスさんのポップデザインソックス5足セットでございます。ZOZO タウンで靴下って入力したら結構上の方に出てきていて、いろんな種類の靴下をね、販売しておりました。めちゃくちゃどれも可愛かったです。まあその数ある中でも今回は僕がビビッときた5足セットを買いました。開けていきます。あ、ちなみにですね、値段は2543円です。はい。あー、もう可愛いね。一足ずつ紹介していきます。まず一足目はこちら、ネイビーのボディにエドワード・ムンクの叫びの絵が刺繍で入っている靴下でございます。めちゃくちゃセンス良くない？これ俺がっていうか、作った人が、あの有名なムンクの叫びの絵画が刺繍で若干デフォルメされてこんな感じで入っている靴下でございます。両方にこうやって入ってますね。ちなみに内側にも入ってます。なのでどちら側から見てもこんな感じで同じ模様が入ってますね。どう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 。そう、今回の靴下5点セットの特徴を先に言っちゃいますと、全部こんな感じで有名な絵画が靴下に入っているデザインとなっております。めちゃくちゃいいよね。足の底部分にエドワルド・ムンクっていう風に作者が書かれてますね。ただちょっと持った感じ、生地はそこまで分厚くないですね。でもまあ特別分厚い靴下が好きっていうわけじゃないんで、そこは問題ないですね。それでは2足目、こちらゴッホの星月夜が全面に入っている靴下でございます。はい、こんな感じ。すごいね、裏側見るとさ、これ糸ほつれないのかな、大丈夫これ。絵画の繊細な感じが刺繍でうまく表現されてるなと思います。とってもいい。1作目も2作目もどっちもネイビーのボディでしたけども、ネイビーの靴下セットだけではございません。続いてはこちら、これが皆さんね一番知ってると思います。3足目はモナリザの靴下でございます。どうですかどうですか、これめちゃくちゃいいでしょう。でこれもまた左右どちらから見てもモナリザがいるようになってます。計4体のモナリザが住んでますね。ここら辺が裾から見えたらめっちゃおしゃれっすよね。そして4着目、こちら1足目と同じフォーマットのゴッホのひまわりが書かれてるバージョンですね。これまめっちゃいいよねこれま、まずこのね、黄色、ひまわり色だよね、要はひまわり色の靴下の色がとても可愛いし、それとね調和してる
このゴッホのひまわりの刺繍、これもねめちゃくちゃいいです。これいいね、これいいね。で、先ほどと同様に、まあ、ひまわりの絵画とタイトルと作品名が入っております。そして最後5着目はこちら、ムンクの叫びが前面に描かれている靴下でございます。これも派手だね。もう奇抜に奇抜を重ねた靴下が最後やってまいりましたけども、正直これが一番好き。めちゃくちゃ良くない？これめちゃくちゃ好きなんだけど、まあ全体はこんな感じですね。このね、なんだろう、流れ星みたいな感じ、このねちょっと画面がバグった時に使われる表現方法みたいな模様が入ってるところもすごくいいですね。ムンクの顔っていうか、まあ叫びの顔ですね。オレンジもねいいよね。これはね季節感全然ない。これねめっちゃ履きたい、今めっちゃ履きたいこれ。でまあこんな感じで丈は全部一緒で長さも全部一緒ですね。でまあちょっとこれ実際に履いている様子を皆さんにもお届けしたいと思ってますんで、まあしばらくの間こいつら履いてみて、その写真を皆さんにお見せしたいと思います。というわけで10月5日の僕はここで一旦終了と、また1週間後ぐらいの FL 春樹さんにお任せしたいと思います。それではバトンタッチ。というわけで時は飛びまして、現在11月11日水曜日の22時59分ということで、前回靴下の動画を撮ったのがもういつかわからないんですけれども、まあ編集で繋がってるんで皆さんは違和感ないと思うけど、僕からしたら違和感バリバリなんですよね。多分10月の6日に撮っております。約1ヶ月後でございます。遅れました。というわけでね、手に入れた靴下を実際に着用してみて、それぞれ写真を撮ってきましたので、そちらを見ながらまあ感想というか喋っていこうと思います。というわけで1足目こちら、ムンクの叫びが美術館みたいに入っている紺色の靴下にコンバースの黒を合わせていた日の写真ですね。はい、こんな感じで、まあ、今回はね本当に万能なコンバースの黒に合わせているんですけども、どうですか、このローカットのスニーカーからね、絵画とそのタイトルがちょっとチラ見えする感じがおしゃれでいいかなと思います。まあパンツは結構適当に履いちゃってるんで、そこはあんまり見ないでください。靴下の柄が覗く感じが分かればいいかなっていう感じなんで、今回手に入れた靴下の中でも一番使いやすい靴下かなと思っております。続いてこちら、靴下はこれですね。モナリザがドーンと前面に描かれているこちらの靴下を着用して、靴は変わらずコンバースになっちゃいました。結局ね、コンバースが一番楽なんですよね。で、おしゃれしてどっか出かける日って写真撮るタイミングあんまりないんですよ。近くのね、地元のご飯屋さんとかにフラッと行くような日に写真撮るので、履きやすいコンバースの黒が多いです。エクストララージのカーゴパンツを履いてるんですけど、この黒と黒の間にベージュと黒が基調となったこのモナリザの独特な靴下が覗く感じが結構いいかなと思っております。差し色ならぬ差しモナリザという感じですね。続いてこちら、ゴッホのひまわりを履いてます。フォーマットとしてはね、さっきのムンクの叫びと同じフォーマットなんですけど、ボディのカラーがイエローということで、ネイビーよりは使い回ししづらいかなっていう感じの印象でした。で、履いてる靴はバンズのボルドニーということで、まあほとんどコンバースと変わんないですね、使いやすさは。で、パンツは今も履いてるディッキーズの874、オリーブグリーンを履いております。まあ緑と黄色ということで、結構同系色な感じの合わせだったんですけども、まあ違和感なく秋らしくね、履けてるかなと思います。靴下の部分がただの真っ黄色、イエローだったら多分味気ないと思うんですよ。そこにこのゴッホのひまわりっていうね、絵画が刺繍で入ってくることによって、こう足元にちゃんと気使ってますよっていうのが伝わるようになったかなと思います。ただね、今この靴下見て思ったんですけど、見てください。こんな感じでね、この白いゴニャゴニャっていう糸、これゴミじゃなくて、本当はね、このゴッホのフルネームが刺繍で入ってたはずなんですよ。ただ洗濯を繰り返すことによってこんな感じでほつれちゃって読めなくなっちゃいました。さっきのこのね、ムンクの方、これは平気なんですよ、こんな感じで。こっちね、完全に読めなくなっちゃって、これはちょっとマイナスポイントですね。続いてこちら、着用している靴下は青とグリーンとオレンジのムンクの叫びがドーンってなってるやつ。今回ね、これが一番合わせるの難しいなと思いました。なので量産型の味方ドクターマーチンでございます。で、パンツはハレのコーデュロイワイドパンツブラックを履いております。靴とパンツを黒くすることでこの靴下をねより強調するっていう作戦でございました。ただね、やっぱ派手好きな僕としてはこの靴下の中で一番これが好きです。
そして最後がこちら、履いているのはこれで、今回この5枚の写真の中で初めて少し特殊なスニーカーを履いてみました。リーボックのポンプフューリーですね。風景画が全体にバーンって刺繍されてる靴下を活かしたくて、今回このポンプフューリーを採用しました。なんでかっていうと、このポンプはねちょっと隙間が空いていて、そこから微妙に靴下が見えるんですね。で、すごく分かりづらいと思うんですけど、ここら辺の部分が靴から覗いてるんですよ。こういうのができたら面白いなと思って、この靴下にこの靴合わせてみました。今日もこのパンツを履いてしまっているっていう、5枚中2枚同じパンツを着用しちゃってるっていうね、そこがちょっとバリエーションが少なくて申し訳ないんですけども、以上5着の靴下並べるとこんな感じでございます。皆さん的にはどの靴下が一番履いてる感じ調子いいと思いましたか？ぜひコメントで感想ください。というわけでね、僕がこの動画をどういう風に始めたか全く覚えてないんで、今思ってること言いますけど、秋冬僕は靴下こだわっていこうと思います。足元でバンバン遊んでいこうと思います。おしゃれは足元から。皆さんもこの動画見て、あ、靴下ちょっとこだわりたいなと思った方はね、一緒に靴下ライフ始めましょう。というわけで、今回は以上でございます。動画いいなと思ってくれたら、チャンネル登録と、グッドボタンと、通知ボタン、ベルボタン、よろしくお願いします。Twitter、Instagram、公式 LINE、グッズ、各種、リンク貼ってますんで、概要欄からよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。いや、ちょっと、もっといろんな靴下欲しくなっちゃったな。